飛び出すピアノのメッセージカード、黒い鍵盤の作り方です。黒い鍵盤は1枚で3つ分取れます。まず1つ分だけ切り離して、周りを切ります。次に折り筋をボールペンなどでなぞっていきます。この部分だけは白いところは飛ばして、黒い鍵盤の上だけをなぞってください。あとは同じようになぞって構いません。白い鍵盤と同じように折り筋をしっかりとつけたら、のりしろの部分を貼ります。しっかりと貼ったら、この線のところで切り離します。これで黒い鍵盤の準備ができました。これを白い鍵盤の上に貼ります。こんな風になります。短い折り目が手前に来るようにして貼ってください。広いところに糊をつけて貼りますが、この境目にしっかり糊をつけたいので、黒い鍵盤の形の上で糊をつけて、下のプリントと合うようにきちっと貼ってください。鍵盤2つの方も同じようにして貼ります。横から見るとこんな風になっています。鍵盤を起こしてみると、四角い筒が2段に重なったようになっています。次は、本体との組み合わせ方、飾り方の動画をご覧ください。